さて、2時になりましたので、早速始めさせていただきます。えー、今本日はお集まりいただきました。本当にありがとうございます。えー、皆様の声は先、えー、最初は、ちょっとミュートにさせていただきます。えー、最後の10分ですね、あの、質問、質疑応答みたいな時間を取らせていただきたいんですけれども、えー、私がですね、つい熱くなってしまう性格なので、結構、もし時間が押したら、その分、あの、ちょっと質問タイムを縮小させていただく可能性がございますが、えー、チャットでもいい ですしえー、またあのー、メッセージえー、メールですね。メッセージでも構いませんし。しえー、またその質問など。 えー、受け答えさせていただきたいと思います、えー、早速始めたいと思います、えー、人生初の私のオンライン <laughs> 講演会ということでですねちょっとまだドキドキしているんですけれども、えー、シングルマザー兼料理研究家の私がステージ4の海岸と共存しながら新しい挑戦をし続ける理由というテーマでお話しさせていただきますで、えー、今回このセミナーをですね 5, 5個に分けて お話ししていいきたいんですけどまずは、えーまあ、がんになるまでというか私の人生の生い立ちですね、えー、簡単にお話しした後に、えー、どん底にちょっとなってしまう時期がございますけれどもそこで見つけた光そして、えー、チャプター3ではその肺がんになるま,までの、まあ、経緯ということをかち,ょちょっと簡単にお話しさせていただいて4つ目は入院と治療の日々 どうどういう風うに乗り越えた乗り越えていったのかとか、まあ現在のこともお話しさせていただいて、最後に2021年今年の私の活動の目標だとかそういうことをお話しさせていただきたいと思います。で、このセミナーをやろうと思ったのはですね、やっぱり自分がもし病気になってしまったらっていう時、私の意見意見というか。 心の在り方だとか持ち方だとか考え方っていうのが少しでもあの私はかなり前向きな性格なんですけれどもちょっとでも参考になったらいいなっていうのとあとはあのもしご家族が病気になってしまった時の,あの支え方私はこうされてすごくよかったとかあのこうしてほしいなみたいなあのやっぱりありましたのでその時の,あの支え方だとか心の持ち方っていうことあとは闘病中今ねあの私と共に闘病中の方とかにはいろんな 生きる希望だとか勇気元気っていうのが与えられたら嬉しいなと思います、えー、早速ちょっと始めさせていただきますでもしあのー、途中で音声が途切れてしまったりしたらですねチャット機能を使って、えー、教えていただけるとその分またその前からお話しさせていただきたいと思いますで万が一ないとはあのー な思うんですけどももしあのインターネットの改善があの悪くなってしまって途切れてしまった場合も同じ URL でまた入り,入り直ししますので、えー、ご安心くださいではちょっと早速始めたいと思いますちょっと私のこの小窓は小さく <laughs> させていただきます、うん、まずですね、えー、皆様がんと無関係でいられる方は少ないというお話をしたいと思います、えー 癌っていう病気について、ちょっと説明したいと思います皆様は人が癌になる可能性ってどのぐらいかご存知ですか？生涯であの癌に罹患する方っていうのは男性が66。5.5%え、女性が50.2%で、2人に1人は癌にかかる時代となったって言われてるんですね。で、自分じゃなくても家族の誰かとか、それがごじご友人かもしれません。それが決して他人事ではない。病気とも言えます。で、また、あの年配のか。 が,あのがんになりやすいと思いきや実はですねがん患者の3人に1人は15歳から64歳なんです私は35歳であとはあのお酒とか,かタバコっていうのはがんの原因と言われているんですけれども生活習慣に気をつけてがん検診とか定期的にねいら受けていても進行がんっていうのが発見されてしまう場合もあるんですよであのがんを恐れてげあの健康にね あの気を遣って来られたほどあれだけ頑張ってきたのにってやりきれない気持ちになってしまうこともあるんですでちょっと恐ろしいんですががんの告知後1年以内の自殺率っていうのは一般人口の24倍にあ当たりますで本当にねがんという病気は死を意識させてしまってその方はね、まあ、罹患されたがんの特徴にもよるんですけどさまざまな、えー、ストレスをもたらします。例えば癌の による痛みとかだるさあの、手術とか化学療法などの治療による精神的な苦痛もあれば乳がんで乳房をねあの取ってしまうとかボディイメージが変化するごとに本当に耐え難い苦痛を感じる方もいらっしゃいますで、あとがんの部位によってもあのそういう大切な機能を失うっていう経験もしちゃいますし社会的な役割が変化してしまう場合もあります。 でまた、同じ問題であってもその人のもともとの価値観や性格によってもあの苦しみの大きさとか性質は本当にあの違います。なので、あの一口にあ、私が邪魔だった、ごめんなさい、一口にあのん体験っていっても本当にあの人,さ人それぞれ100人の方がいらしたら百通りのあの捉え方とか乗り越え方、苦しみ方っていうのがあります。 でまたあの、家族は第2の患者とも言われます、えー、これはです、ね、私、本当にあの家族に感謝しているんですけれども、大切な人ががんになることで、本当に家族の人生も様変わりするんですね、これは本当に受け入れがたい事実だと思います、でついついあの自分のケアを後回しにしてしまいがちだと思うんですよ。 やっっぱりずっと緊張の糸がなかなか切れずにあの夜もどこか眠れずにねあの精神的に破綻してしまうかもしれません。私も自分が死んじゃうって思う前にショックで私の母が死んじゃうかもって本当に思ったくらいでございます。後でそれは詳しく話したいんですけども本当にあの本人だけじゃなくて家族ががんになった時もぜひあのどん底にならないように少しでも今日の私の話が参考になったら嬉しいなと思います。で、あのがん がんとがん根治と延命だけがあの医療の目的ではないというお話をしたいと思います。え昔と今はどん全然変わっていて昔はがん、ね、治療の目的というのは根治させることでそれができなかったら延命だけにフォーカスされていたんですけど今はですね本当にあのいろんな、あのー、薬も開発されてますしがんに伴うさまざまな苦しみをとにかく緩和して生活の質を保つ。 ことっってていうのが大きなな目標になってるんですね緩和ケアっていうサポートチーム、あとで私お話しますけど本当にね、素晴らしいチームがありまして、病院によってね、本当にその対策が進んでます。で、抗がん剤は昔すごく苦しい、痛いっていうイメージがありましたけど、その抗がん剤の副作用を抑える薬っていうのも本当にたくさんあの進化して いますであの最初は痛いけれどもそれね痛くないです痛くないような薬とかもどんどん出てますからあのそうご安心ください苦しみはね肉体的なものじゃなくて本当にあに精神的な苦しみにもねあの気をつける必要があるんですけれどもあの私も助けていただいたんですあの息子も助けていただいたんですあの、ね、精神腫瘍医っていう方がん、えー、専門の、えー、精神科医とか心療内科医もいますし、えー、息子を助けていただいたのはね希少医 気象臨理師さんとかがあの子どもへの上手な伝え方とかそういうサポートも心のケアっていうサポートもたくさん充実しているのでなんか私結構今日ね、あのー、すごい映像とかもお見せしてしまうしちょっと怖いっていうこととかもお話ししてしまうんですけれども是非そういう面では安心していただきたいなって思います。 えそれで私はですねあの死を意識して初めて生きることへの光を感じましたあとは感謝とかねなんか今まで本当に甘くありがとうなんて思ってたのが本当に心から思えるようになりました、ね、人生の起源を意識するっていうことは本当に日々をあの粗末にせずにこう自分らしい生き方にシフトするための大きな動機づけになるなと思ったんですねなんかだからまたあの 後ほどねあのお話しするんですけれども私のことをまたは私の息子のことを病気になったことを決してねかわいそうと思わずにポジティブに捉えていただきたいなと思います。 <laughs> 私のことを知ってくださっている方もいらっしゃるとは思うんですけれども簡単に私のあのジェットコースターのような人生をちょっとご紹介というかあの自己紹介がてらさせていただきます私は1985年に生まれた35歳の今は料理研究家県台所改善コンサルタントとして活動しております私は自営業の父がおりまして かなりあのホームパーティーが身近だったんですね。自営業ということで、あのーまあ、宝石とか時計を扱う仕事だったんですけれども、常にお客様があのお家にいました。で、3人の兄がおりまして、まあ、待望の女の子って言ったらあれですけれども、あのかなり箱入り娘のように大切にあの育ててもらいました。え本当に、あのー、慶応幼稚舎という学校で、私、大学まであのエスカレーターで行っておりまして、受験勉強も知らない、本当にぬくぬくとした甘ったれの、あのー、<laughs> <laughs> 女の子と言ったらあれですけれどもあの趣味はお菓子作りとピアノであの高校時代とかは読者モデルをしたりだとかぬぬくぬくと育っておりましたあの先ほども申しましたがホームパーティーが身近で多分この今の職業にあたるのも、えー、この育ってきた環境っていうのがルーズにあるのかなと思います。えー、いつもお客様があの家に いて母がお料理を作って私はあのお客様にピアノを披露するというそんなような日常が本当によくありましてこの時の当時の私の夢はピアニストか音楽の先生になることっていうのが私の,あの目標でございました。 で高校時代はあの読者モデルをしたり、ですねちょっとあのや,やんちゃ時代といいますか、本当にあのぬくぬくとあの楽しく過ごしておりました。そして、そのピアノもです、ね、結構本格的にやらせてもらっていて、えー、高校生、大学生の時にですね、あの短期留学でウィーンにも留学させてもらいました。えー、これはは本当にあのその時は 将来ピアニストっていうふうに思ってたんですけども、ここで初めて私の心の甘さというか、あの、私、ピアニストになりたい、うふ、みたいな感じに <laughs> 思っていた。 私とあとは本気でピアニストっていうのになりたいその何て言うんですか日本人の仲間あーたちがですね私とは心の持ち方が違うもう本気度が違うっていうことに初めて実感してなんて私は甘っちょろいんだろうとここでちょっとねあのー、痛感したというかあのー、やっぱり。 私は1日1時間練習したらまあ頑張ったぐらいなんですけどもうみんな人生かけてますのでもう8時間10時間とかねあのしていてもう私は甘っちょろいなーなんてあの感じている高校時代でございましたそして一方、あのー、ここ短期留学でこれは語学留学でですね、えー、留学もさせて、えー、もらったんですけども親に、あのー、ここでオーストリアだった アメリカにもあの行きましたで、ここで LA では私、寮に住んでて、ここで本当に私、全然英語が喋れなかったので、あの自分で、まあ、料理は好きでちょこちょこだ作っていたんですけど、あの肉じゃがを作ってあのいろんなお友達にこう食べさせて。 食べさせてたってかどうぞみたいな感じでそうしたらですね本当に映画語喋れない私もが肉じゃがきっかけですごいそれで仲良くなりまして、まあ、そこから毎日本当にいろんな料理を作り合ってみんなであの本当に言葉とか文化とかを超えて本当に仲良くなれたんですもう料理ってすごいな人を本当にあの近づける心の距離とかを近づけるもう本当に最良のコミュニケーションツールであってあの人を笑顔にする魔法だなと思って本当にこれは私の あのもう何て言うのかな、もうあ食の道に進みたいなって、その時にすごく初めて思ったんですね、本当に料理を通してたくさんの出会いがありました、これは私の本当にあの原点でもあります、この気づきが。<laughs> それで私は将来あのピアノではなくて料理で行こうと決意しました。えー、ピ,ピアノ趣味に変えるためあの、これ自分で勝手に教会を予約してですね、自分でお友達とかを招いてピアノリサイタルを開いたんですけども、まあこれはあのあのー、私の恩師との卒を卒業するためのなんか、まあ、一つの区切りとしてあの自分でリサイタルを開きました。まあ、思えばこの頃からちょっといろんなことに挑戦するのが私は好きだったんだなと。 思いますすでで学生時代私はですねあの料理の勉強をしたいということでまあ,あの慶応大学っていうのは料理のあの分野がないですので結構あの授業もちょんちょんってこう1弦と5弦とかを取って間のところはですね結構あの料理教室っていうのにずっと通っておりましたなんかお昼ご飯は料理教室みたいな感じでとにかく料理をが大好きでしたしあの自分磨きみたいなのがすごく好きだったんですね。なんか 話し方講座とかいうのも行きましたしなんか人前での1分間の,あのアピールあアピールというかなんていうの自己紹介のための講座だとかあと自己ブランディングとかをこうあの作るための講座だとかいろんな講座に私は行っておりましたなんかそういうことが好きであの大学生時代からですねいろんなその料理を通した勉強をしておりましたそれで私はあの厨房でも働いております えー、なんかイタリアンフレンチ、えー、レストランバーとかオイスターバーとかまあオイスターバーっていうのはなんかちょっとあ牡蠣の勉強を知りたいわと思ったらよしじゃあちょっと働いてみようみたいな感じでオイスターバーに行ってちょっと習得してまたやめて次みたいな感じで本当にちょこちょこいろんなところを勉強していたんですけれどもあのビビッと来たのは。 和食の小料理屋さんんだったんですよで私作るのはフレンチとかイタリアンが好きだったんですけど小料理屋さんっていうのがすごくビビビッときたんですねで何かっていうと私あのカウンターでお客さんと対等にこう料理をしながらしゃべりながら作りながらでそ,のそのマスターがですねすごいいい人でいい人というか <laughs> 理解がありまして「えみちゃんいいよ飲みながらどんどん好きな風に飲んでいいよ」もう飲む食べるしゃべるっていうのが私の一番好きな ところがですすねギュッと集まっっていたたののがこの小料理屋さんだったんだですでやっぱり小料理っていうのはなんか美味しいもの一つとかじゃなくていろんなものをちょこちょこ食べられるじゃないですかそうねそういうのもあって私の夢はですねそっから小料理屋のお神になることになりましたもう本当にカウンター越しにお客さんとしゃべるスタイルこの左側の あの笑ってる女性みたいな感じで京都のおばんざいみたいにねなんか肉じゃがかドーンってで若い男のことが来たらちょっとおまけしてあげたりとかしてあれあれ食べなさいこれ食べなさいってそういうのがね私すごくあの夢だったんですね。なんか高木家にぎやか高やだったのでいっ あのいつも誰かいつもうちに遊びに来てくれてその時の母みたいな感じであの高木家の普段のごちそうみたいなのが並ぶような肩肘張らないような小料理屋さんができたらいいなって思いました。 まあただ、小料理屋のおかにすぐなるっていうのはやっぱり不可能でございますし、やっぱりおかというのは、ですね人生山あり谷あり苦労しているおかの方がやっぱりなんか魅力だなと思ってたのであ、やっぱり私はいろんな経験をしなきゃいけないなと、すぐに小料理屋っていうのはあ違うなと思ってて、さあどうしようと思ってたんですね。まあ、本当にやっぱり勉強をしなきゃいけないと思いまして、えー、私はここで猛、えー、勉強します。 えー、大学卒業した後にエコール・辻ジ・フランス・イタリア・マスター・カレッジっていう、まあ、フレンチとイタリアンのプロ育成のための専門学校に行きます。でえーと まあ、ワインは飲む家ですよ <laughs> あの。飲む。塾には通って試験を受けるのは、あ、覚えるのがいっぱいあってやだわ、だって言って、結局、勉強はしたけど、試験は受けなかった、飲む家で終わったんですけど、まあ,あの、あの、お酒の勉強とかもね、しました。資格もたくさん取りました。で、えー、この勉強をあの重ねながら、私のその時のロールモデルとなったのはですね、えー、このマカロン・ゆかさんという方です。で今もあの教室とかなさってる方なんですけれども、 あの私がやりたいと思っていることをあのやってる方私の,そのフランス料理とイタリア料理の専門学校卒業生というご縁でえこの方にですね <laughs> ぜひ働かせていただきたいって言って3年半ずっとアシスタントをしてました出張料理のノウハウだとか料理教室の、まあ、運営ですねえそういうことを見させていただいてあのずすごくあのその時に私があの思ってたのは まあ同年代みんな就職する時期だったんですよ時期っていうかあの就職する時代だったので就職は私全く考えてなかったんですね結構なんか変な根拠のない自信があって自分の力を試したかったんですそ,うそれで私は就職せずに独立して自分でや会社を起こしてやるぞみたいななんか変な根拠のない自信がありまして、えー、私は あのこのマカがゆかさんにつきながら自分でいろいろやっていくんですね。だけど社会はそんなに甘くありませんでした。で、あのこの時に私。 行きつけの美容師さんがですね、あのかなりこの、まあ、きっかけだったんですけども、本当にその方って髪切るだけじゃなくて、いろんなお店を経営されてるス,スーパーマンみたいな人なんですよ。居酒屋もやってるし、和食屋さんもやるし、マッサージ屋さんもジムもやってて、本当にすごい経営者で、その人がですね、あのいろんな髪を切りながらいろんな昔の苦労話を私にしてくれたんですね。でその時にあやっぱり 私って本当あまあまだなって苦労なんて,し,てしたこともないし本当になんかなんて言うんだろうあのダメだなこんなんじゃお上にもなれないなみたいなことを思ったんですね痛感したんです。でその時にその あの美容師さんが「えみちゃん」まあ、別にそんな大した意味はないと思うんですけど「えみちゃん春塾でお弁当好きあおあ料理作るの好きだったらお弁当売ってみたら?」あのアパレルの人とか美容師さんとかねあの買いに行く時間もないしあのお弁当練り歩いて売ってたら絶対みんなにたあの重宝がられるから絶対売ったらいいよって裏腹とかおすすめだよなんて。 あの、言っていただいたので、あ、そうかと思ってですね、私結構そういう時に即行動タイプなので、次の日にはもうバーっとカッとかっぱ橋に行ってのれん買って、この味一番お弁当買って、台車も買って、あの、500円のお弁当とかをやったんですね。ただ私、この時もう全然もう原価計算なんてしなかったし、普通にあの、黒毛和牛とか使っちゃってて、絶対大バカチったくせにも、<laughs> なのに、500円を売る、 っていうのがこんなに大変なんだということを初めてここで知りました。もう本当にね、もう自分の甘々さ加減をあの知ったことでございます。もうこれはすごくいい思い出だったので、ちょっとシェ,アシェアしました。あの昔のブログに向書いたので、<laughs> 高木味苦労は勝手でもってやったら出てきますので、よかったら <laughs> 読んでください。で、この頃、私は見よう見まね、あ、でマカロンさんに教えていただきながら自分で料理教室を始めます。で、この えーまあ、最初は友人ばっかりであの料理教室やってたんですけど、まあ、だん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 ですねいろんな方に募集をかけるんですがやっぱり全然人が集まらないんですねなのでそのために集客のためにブログを始めますでその時私は、えー、当時若い料理研究家っていうのがいなくて、あのーまあ、ガールズシェフっていうのが私の強みかなと思いましてそのガ,ガールズシェフ略してガルシェフっていうの名前で、えー、活動を、えー 開始しますでこの時は、本当にあの集客のためにと言いますか、あのブログを書くことでとにかく発信することっていうのを頑張りまして、1日3記事ブログを書いてました。で、本当にまだブログが、あのアメーバが出始めの時だったのかな。でこれでもうあのい 1>, 1日3記事をずっと続けてたら半年間でアクセス数がどんどん上がって1ヶ月で40万プレビューとかになったんですよ。で、アメーバのブログクイーンとかにもなってですね、その頃からちょっとずつ生徒さんがああの集まってくださるようになりました。で、当時の、あのー、ターゲットは女子大生とか自分の同世代にとにかく、あのー、 お,お料理の楽しさを伝えたいとあのもう気持ちばっかりっていう感じだったんですけれども、まあ、そんな感じでえ活動しておりましたで出張料理もやっておりましたこの時はですね本当に若さゆえなのかもしれないですけど1人で80人前のお料理を作ったこともあるんですね、まあ、今やったら多分私3日間寝込んじゃうぐらい体力勝負だったんですけど本当にやっぱりんかこの時は まあ、力も力っていうかパワーがあるしやっぱ体力がありますので、まあ、できたのかなと思いますけどまあとにかくやってみようみたいな感じで「えー、集中料理ケータリング」っていうのもあのチャレンジしておりましたでここでですね私のこの時の、えー、近い夢っていうのが、えー、私は料理本を出すこと。 本を出すことやってたらやっぱり何か将来一つでもあの自分の残しあの頑張ったことを残したいと思ってですね本を出すことが、えー、私は夢になりましたでただ私の友人もそうだし家計もそうだし親族もそうなんですけども 料理業界にあの所属っていうか、あのついてた人は一人もいなかったんですね。で、本当につてもこねもない料理業界にですね。本当に悪戦苦闘します。で、この時に私はもうひたすらあの企画書の書き方とかもわかんないから、頭のいいとかパソコンとかに強い友人とかに手伝ってもらって、企画書を書いて、もう本当にいろんな雑誌の出版社のあの編集長とかにも、もうガンガン、いろんな企画書を送ってですね。もうひたすらトライ。アンド みたいな感じで自己 PR をして、えー、アピールをしまくっておりましたそうしたらなんと、えー、ご縁あった負荘者の方とあのー、からですねあ面白いねって言っていただくいただく機会がありまして念願のレシピ本が出ることになりますで同時にこの時あのー、いいともで月曜日もう今はないですけど月曜日のあのー なんちゃってセレブ料理っていうコーナーをもらうことができたんですよ。でこの時にすごく思ったこと今までずっとあまあまな人生だったんですが熱い情熱とそれに伴う行動力があれば夢は叶うんだって本当に、あのー、思った時です。 やっぱりね努力すれば必ず身を結ぶんだなって、えー、実感しましたで、えー、ここからいろんなこともあのいろんなまたご縁が重なります、えー、出張料理先でですねいろんな方とまた知り合うんですけどもそのうちの1人と、えー、出会って私はお付き合いをして商社マンと結婚をしますでその時に、えー、私は 結婚してすぐにトルコの不妊が決定したんですね。で、まあ、なんでトルコかっていうのもちょっとその時にもいろんな縁があったんですけども、あのー、 面白かったんですよトルコイスタンブールに、えー、赴任しました。で、えー、そこで、まあ、行く直前に妊娠が分かりまして、えー、妊娠中にトルコに行って、この右上のなんか <laughs> ポンポコリのお腹のが、えー出産した、トルコで出産したんですけれども、あのここで育児、えー、出産育児とトルコでします。で、あとはトルコ料理もたくさん学んで、駐、えー、在奥様たくさんいらっしゃったので、その方向けの料理教室をあの開いたりとかもします。であとは まあ、育児とかね、あのその料理教室をしながら育児をするんですが、やっぱりその時ってあの会社の,あの帯同手当っていうのをもらってるので、あの仕事としてはやっぱり料理教室はできなかったんですよ。 ボランティアじゃないですけども、そんな感じでずっとやっていたんですが、やっぱりやるからには私、きちんと仕事がしたいわと思いまして、その時、あのその夫にですね、頼み込んで、お願い、私、仕事がしたいの、単身赴任ちょっとしてくれないかしらって言って、まあ分かったということで、私は仕事をしたいって,言って、日本に日本帰国します、子供と一緒に。そして、 こここで仕事を本指導します、えー、これでですねあの、まあ、私その時ガルシェフっていう名前もう私ガールじゃなくなったのであの <laughs> 子供も生まれたしでそれを会社名にして、えー、会社を作ってですね、えー、料理教室をやるんですけどありがたいことに私のブログずっと発信してたので見てくださった方が、えーまあ、お申し込みくださってすぐに満席、えー、になるように、えー、お料理教室もすごく順調にあの進むことができ,はできました。 軌道に乗り始めました。で、このあのありがたいことにですね。出版した。 えー、考えないい台所という本です、えー、これは台所仕事の、えー、全部一連の流れを一冊にギュッとまとめた本なんですけども、まあ、これがですねあの当たりまして今14万部、えー、越すことができました、えー、これいろんなあの日本だけじゃなくてアジア全般で翻訳されてあの読んでいただいてるんですけれどもこっからですねたくさんの,あの雑誌とかテレビからもお声がかかるようになって本当に嬉しいことでありますけれども本当に毎日ハードなあの スケジュールを行なししておりました。そこから、えー、あのまたありがたいことに本もいろいろ書かせていただいてこの時、えー、そうですね週3回かな朝夜と料理教室もやっておりまして、えー、かなりこう 教室もやってましたし、ケータリングもやってましたし、離乳食講座もやっておりまして、えー、生徒さんは1200人を超えて、かなりアシスタントさん10名いて、もう本当に朝から晩までずっとフル稼働みたいな感じで、とっても、あのー、一番乗りに乗っていた時期でございます。で、ここで、えー、私はですねあの、仕事もうまくいっておりまして、えー、その夫が、えー、本帰国します。でそ,のそれで 私の理想のキッチンを作りたいということで、料理教室ができる併設の,そのキッチン仕事場兼住居みたいな感じでマイホームを購入しました。で、この時はですね、本当に理想のキッチンで、かなりその自分の思い描いたような設計とかもさせてもらって、本当にすごく理想通りの,あの住居ができました。ただ この時からですね、あの私生活では実はいろいろ夫と子育てのさまざまな価値観の相違だとかすれ違いがすごくあの生まれてきたんですね。で本当に仕事は楽しかったんですよ。で理想のキッチンですし本当にあの仕事は楽しいし子育ても楽しいんだけれども実はそのいい,いい環境のキッチンでも実はキッチンに立っている時に。 笑えない自分に気づいたんです。で、本当になんか、あのあ、変なキッチン、変なキッチンって言ったらですけど、狭くて、あの、ぎゅうぎゅうな猫、ね、の右側の、ぎゅうぎゅうになってた時のキッチンでやってた料理教室っていうか、その時の自分の方が、実は笑顔が多かったんじゃないかなって、あの、本当に。 すごく思ったんです、ね、なんかあのその時に私は心からの,の笑顔っていうことを求めてすごく考え出しますそして私は生活が苦しくなることっていうのは本当にあの承知の上でしたただこの時に思ったのはですねあのその分なんか本当の笑顔を求めて 求めて私はシングルマザーになる決意をしましまたでもうキッチンはもうマイホームはその理想のキッチンは自分で作ろうと建て,建てるか作るかわからないけどもそういうのは自分でとにかくなんとかしようと狭くても心からの笑顔をあの求めて私はまずはあの自らね決断した時とあとやっぱり誰かから進めて決断した時ってやっぱり困難にぶつかった時のその乗り越える 力に差が出るなって思ったんです。もうやっぱり そういう時って自分で決断した時ってどんな困難にも立ち向かおうって努力で,できるじゃないですか。だけど人に何かこう勧められて何か決断した時っていうのはやっぱり何かあった時にあの人の整理にしたりだとか環境の整理にしたりだとか簡単に諦めたりだとか恨んだり憎んだりっていうことが出ますけども私は自分の発言とか行動に責任を持って毎日を過ごしていく人生の方が楽しくて生きがいがあるなって感じたんですね。なんかやっぱりそこで本当に 本気の自分っていうのが、になれた気がしました。そして、えー、ここでですね、私思い切りました。あのー、環境を変えようと引っ越しを考えたんです。で、そこの引っ越し先をどうしようかなって思った時に、沖縄にゆかりのある人と結構出会うきっかけがあったんですね。で、いろんな魅力を多々聞いておりました、沖縄の。で、あのー、住むとこというか、旅行で行くとこっていう感じがあったんですけれども、すごくなんかご縁を感じたんです。 それもあのシングルマザー率ナンバーワンなんですね、沖縄は。なので、結構そういうサポートも手厚いだろうなって思ったし、あとやっぱり自然豊かな環境で子育てがあのできるかもしれないなと思いまして、よし、沖縄でチャレンジをしてみようと移住をします。で、もう本当に環境を、ね、思い切って変えることっていうのは大きな成長のステップにもなるかもしれないなと思ったんです。で、えー、ここでですね、私はお沖縄での、ね、子育てを本当に。 息子をたびたびいろいろ SNS でも発信しておりましたけど本当にね釣りしたりとか海が綺麗だったり本当にいい環境でしたで私もシングルマザーのための,あの講演会だとかレストランプロデュースだとかいろんな、まあ、魅力ですが本当にあの人の役に立つことができたなとあの自負しておりますただですねあのこの,あの 沖縄という環境、まあ事業がですね、なかなかうまくいかないんですね。で、やっぱりその移動距離だとか、あの、かなりその、 生きににくい環境にもありました沖縄から出られなかったんです。で、最低3年間は頑張ろうと思ったんですけれども、かなりこれは金銭的にも、あと移動時間だとか、移動距離もありまして、えー、活動範囲が狭まる。で、誰にも頼れなくて孤独ということもあって、あとはですね、金銭的にもあの貯金を食いつぶす生活でございました。で、近くに頼れる人がいないっていうのは、やっぱりね、 ワンオペであの子育てをしながらこう仕事の拡大をするっていうのはかなり、えーまあ、大変で孤独感でいっぱいになってしまったんですね。であとはですね、ちょっとあのいろんなことがありましてこの頃本当にあの信頼していた方からあの裏切られてしまいます。で金銭的にもあの精神的にもかなり参ることがありました。えー、もうあのぶっちゃけるとなんか本当に自分を操り人形のように利用されてしまったんですよ。で本当に私

今まで周りにいい人しかいなかったって言ったらあれなんですけども初めて社会の悪を見たというか本当にその時に私物への興味も失ったし人を信じられなくなって、えー、もう本当にねもう不眠で寝られなかったんですねで一人では本当に何もできないなと思ってもう心も体も悲鳴を上げて私がここで東京に戻る決意をしますで私も東京に帰った時,来た時もう本当にこの時に、ね、ショックのあまり中かねもう訳が 何からな,くなっ,ちゃっていたんですよ本当になんかどん底にショックを受けた時って皆様ありますなんかね私本当に記憶が途切れ途切れしかなくてなんか目黒区で私、ま、マイナンバーカードを作ったらしいんですけど、まあ、そのカードがあるんだけど <laughs> その写真を撮った記憶もないしなんか息子の転っ手続きしたらしいがその時の記憶とかもほとんどないぐらいで SNS も更新できない状態で本当にあのー 今まで生きてて一番落ちた瞬間でございます。で、この本当に何,何に対しても無関心、人を信用できないし眠れないし、本当に外に出るともうみんなが敵に見えてしまって変な声も聞こえたりだとかして、本当に私、この時に心療内科に通ったんですね。で、今この時、すごく思ったんですけど、あとでまたお話ししますが。 通ってよかったなっててかたたな本当に思いましたあの寝ること食べることっていうのはやっぱりちゃんすごく大事なことだからもし不眠とかに悩まされてる方とかあの精神的にショックなことがあったとしても吐き出すっていうことはすごくいいことだったからあのすごくそれで立ち直れたんですね。あのよしもう前を向いて生きていこうって。 寝る、食べるということでも救われたし吐き出すっていうことでも救われたから本当にね、この時はあのどん底だったけれども、まあ、人生は山あり谷あり今は苦しくても必ずあの楽になる時が来るなって信じておりましたで私は、まあ、いろんなこともありましたけれども自分の中で踏ん切りがついて過去とは決別することがやっとできるようになりました、あのー、今でも思い覚えてます3月1日にね、あのー SNS を更新しだして、えー、始めていたんですけれどもでいろいろ忘れる頃ができるようになってからあの知り合いからちょこちょこ仕事の話が来まして復活の引き出しが見えてきましたあごめんなさいちょっと勢い余ってチャプター2いきますねあのどん底で中で見えた光っていうのを話したいと思うんですけれどもあのなけなしの貯金をはたいてですねなんか再出発を決めて私不動産屋さん と契約をした,したいろんな方とお話ししたんですけれども、あのこの時にすごく、あのー、私の活動を心から理解して応援してくださるオーナーさんと出会うんですね。でそれが今のここの今、私がいるところの,あのキッチンスタジオなんですけれども、ここのオーナーさんが本当にあの応援してくれていて、まあ、ただね、これ、築40年の本当にボロくさいわなアパートみたいなところなんです。 けれどもなんかその症状外したりして壁紙変えたりして DIY してですね自分好みに変えていったんですでそこで再出発みたいな感じで本当にすごくワクワクしているワクワクしてたんですねで本当にあの料理教室っていう募集もかけておりましたしここでいろいろ試作をしたりだとかいろんなプロデュースの,あのメニューとかを考案したりだとかしてすごくあのワクワクドキドキ。 もうゼロからのスタートみたいな感じでですね、本当にあの復活の兆しが見えておりました。 ただ、その時にやってきたのがですね、えー、コロナでございます。なんか、もうこの時は東京だけじゃなくて北は北海道、南沖縄まで本当に全国の,あの方とお会いして、えー、お料理教室だとかいろんなイベントとかあのプロデュース業もですね、お話があったんですけれども、で募集とかもかけようと、さあ、これからだみたいな時にやってきたのがこの新型コロナウイルスです。もう私だけじゃなないい多分世の中の中全員がもう大いろんないでもう目をあり してると思うんですけども全部準備していたこう教室だとかもうすべてキャンセルになりましたやっぱりテレビつけるともうどんどん感染者増えていく一方ですしもう本当終わりの見えない現実にもうどうなっちゃうんだろうってもう不安でいっぱいになりましたただあのもうこの状況でも自分にできることをやろうって本当に思い返したんですでもとにかく落ち込んでても始まらないなと思います でもうあのこの時には外食に行けないでそのお家ちで、ね、過ごさなきゃいけない方のためにでもちょっとでも。 あのお食事で楽しい気分になっていただけたらなと思ってその料理教室がお休みの間ケータリングであの私のお料理を届けることにしましたでもやっぱりそこで待ってたのも美味しいよっていう声とかもう待ってたよとか本当にあ,のありがとうとかあの料理教室早くできるといいねっていう,もうそういう嬉しい声があったんですね本当にそういうお言葉にですねたくさんの勇気をもらったりだとかしても私の決断も間違ってなかったんだなって本当にその時に思いました だからこそ、緊急事態宣言があの解除されて6月に入ってから、ちょっとずつこの,あの教室が再開できた時の喜びは本当に忘れられません。もう逆にそのコロナがあったことによってあの料理塾に対する思いもより強くなりましたし、こうやってオンラインで私、今こうやって講演会してるなんて本当にもう信じられないくらいなんですけれども、いろんな逆に感謝と言いますか、うん、あの思いが、ね、強くなりました。でただね やっぱりこの,この今、ここのオフラインの料理教室だけじゃなくて、台所に立つすべての方を笑顔にするたことっていうのは、まあ、ずっとこの活動、なんていうのかな、いいのかな、なんかもっと他にあに何かできるんじゃないかなって考える日々が始まりました。で、もう今までずっと SNS とかもやってたんですけど、本当にそれでいいのかなと。 でやっぱり遠方の方はあの料理塾とかコロナでもね参加しにくい状況でありますし仕事で忙しい方とか子育てで時間が取れない方とかなんかお仕事ま、まあ、そうですね時間とか場所によって活動に制限がかかるなと思っておりましたであのもっと SNS に力を入れようかとか YouTube もね結構 その時には流行っておりましたしたでもどうしようかなってどれをとってもやっぱり私が理想としたその料理教室でやってるようなコミュニケーションには足りないなっていう気持ちがしたんです一方的に私がしゃべるんじゃなくてやっぱり一緒に作る喜びだとか食べる喜びとかあの一緒に味,が味わいたいなって思ったんですね。でそこで考えついたのが あの私のオンンラインコミュニティですあ今別にこれ関与してるつもりじゃなくてこんなことを今やってるようなあれなんですけれどもあのなんかオンラインサロンっていうとなんかいろいろありますけどこの時料理のオンラインコミュニティみたいなのっていうのはあんまりなかったのでちょっと私もある種の挑戦だなと思ってたんですけどなんか結構あのこの平日のモーニングライブは週5回やってるんですけど朝の時間ってかなりねやっぱね私やる気を 出ししたたいいいいっっててすすごい思うのでで朝って気持ちよくスタートしたいじゃないですかまあだからこんなねあのー、今日もね夜飲み会があるんですエミラボーメンバーと。とかこんな感じのオンラインでつながるあのー、ただ東京だけじゃなくていろんな全国の方とつながれるもう、まあ、海外の方もいますよそんな感じのあのー、コミュニティをですね11月1日からスタートって決めてあのー、その準備に向けて動画とかも撮っておりました。 続いて、まあ、それをしながらね、まあ、ちょこちょことあのケータリングとか料理教室もやっていたんですけれども、チャプター3でこの肺がんが発覚する経緯というのをお話ししたいと思います。えー、もともとね、私あの、肩こりがすごいんですよ。肩こりすごくて、あの整形外科に行ったりして、あのまあ、最初は肩こりっていうことで言ったらストレートネックだよって言われたんですね。で、なんだけども、だんだん,なんか肩だけじゃなくて腰も痛くなって、で、レントゲン取ったんです。でそしたら背骨が長 な,ってるね、なんて言われてでああそうかと思ってでそれであの首をグーンって伸ばすようなあれだとかなんか低周波ので、ね、んなていうのあのあ当てたりとかして治療リハビリ外来とかでねいろいろやった。 やってシップとかも貼ったりしてたんですけど、一個に良くならないんですね。で、あの咳とかくしゃみとかしてするとですね、アも痛くなるんです。で、なんか痛みもどんどん引き遠くなるし、なんかしゃがめないし、しゃがめるのにも痛かっ,ったみたいな。で、あの試食するときにこうやってこう,こうスプーンでこうやってやるときに、もう首も痛くて。 曲げられないあれって思っておかしいなと思ってなんか自分の症状をネットで検索したらあのセルフチェックシートみたいなのあるじゃないですかであれしたらですね内臓に異変があるかもしれないみたいなことに気づくんですねおやと思ってそういえば私 5年間、あの何もしてなかったなとどこ、検査してなかったなって思って、ですね、初めて、えー、内臓かもと思って、えー、内科に行きますで。それで10月26日、今でも覚えてます。それでまずそこであの痛いんですけどって言って、なんかレントゲンみたいなのを取ったら、ですね、その時見てくださった先生が若,若かったですね、20代ぐらいで。ももうう急にななんんか、もうなんか 顔色が変わったんです。で、わたわたし出しちゃって、え、なんかあるかもしれないと思って、そしたら、いや、ちょっと、まず CT 撮りましょうって言うんですよ。で、CT 撮ったんです。で、そしたら、またわ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 たし出して、それで、じゃあ今度 MR 撮りましょうって言うんですね。で、MR と思って、で、MR って皆さんも撮ったことありますなんかね、ドット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 ッットットって音をしたりだとか、なんかその、もうすっごい狭いところで怖いんですよ。で、あの、ヘッドホンしてね、その時にね、私、あの先生が、 まだ若いからかもしれないけど、もう動揺したのがあって、あ、私なんかあるなってその時思ったんです。で、そのヘッドホンから、あの、音楽流れるんですけど、あ <laughs> アメイジンググレースが流れるわけですよ。アメイジンググレースって、もう私その時に、あ、私死ぬんだってなんかちょっと思って、本当にわかんない。もう恐怖でいたたまれなくなっちゃって、今、今だから笑って話せるけども、本当にやばいと思って。で、そしたら、あの、もうその若手の先生は多分自分で言うのは酷だと思ったのか、年配の先生とバトンタッチするんですね。で、バ,バトンタッチして、ま、年配の先生が私の信用、信用な面持ちで、 あなたはちょっともしかしたらあのあのここ内臓じゃないです。骨でもありません。肺に問題があると思います。これもしかしたら悪性の可能性があるからあのちょっとちゃんとあの大きな病院で検査しましょうみたいな感じで紹介書きますから。 こうやってへーみたいな感じで、でまさかと思ってたんですよ。で、そうしたら、翌日にその先生から電話かかってきて、いや、やっぱり、検査入院しましょう、あさって、ここを抑えましたから、ここでこう、まずはこうで、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 みたいな感じで、いろいろ、それで予約を取ってくれたんです、その先生が。もう、えと思って、それで、私は、えー、まず29日に、検査入院っていうから、まあ、計算入院でしょ、みたいな感じで、パンツを2枚しか持っていかなかったんですよ。ななななんんでかっていうとと <laughs> そんなに長くなるな なかったしまさかと思ってたので、でそしたら、えー、まずは、えー、29日、ペットっていうのをするんです、ペットって全身をなんかガンがどこにあるかみたいな検査するしてで、30日には首の MR 取って、で31日には脳の MR を取りました。 でその夜に呼び出されます、先生に、私と家族と。で先生が、ですねちょっと皆様にすごい映像を見せてしまうかもしれないんですけれども、この後にね、あの宣告をします、私に。えっ,って思ったんですけど、えー、とかなりえあなたは、えー、とはい悪性の腫瘍があります。見てくださいここここここでこう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 ううう 見せられたのがこれです。で、本当はちょっと,ちょっとショッキングなのがあんまり見せたくないんですや。見せるのもちょっとどうかなと思ったんですけど、この右側の画像の白いもやもやがこれ、がんですね。で、あとは本当にあのいろんなところに全身に転移してますよと、首とかリンパとかにも骨とか脳にも、ね、リンあれしてますよと、ステージで言うなら4ですみたいな、4っていうのは一番あのひどいや、なんか私はステージ0、ステージで言うなら何なんですかって言ったら、いや、ロがなんともないとして、4が一番ひどいとしたら、 フォーですねって言われて、もうガビンみたいな、もうガビンというか、なんて言うんだろう、もうそんなそんなあれじゃないです。私、真っ先に浮かんだのはもうあの、もう息子の顔、もうそうまとうってよく言うじゃないですか。もうそ,のそんな感じで、息子のこの笑ってる姿だとか、いろんなのがですねもう,もうあの脳内を巡るわけですよ。で、私、パッと横を見た瞬間、その家族の顔を見た瞬間、 もう顔面蒼白で、もう母はもう今すぐ死んじゃうんじゃないかっていうぐらいショックで、私はもう、 やばいと思ったんですよ。私じゃなくて母が死んじゃうと思ったんですねで。お兄ちゃんも、もう貧乏ゆすりが止まらないわけですよ。もう、へえへみたいな。もう家族がやばい。とにかく私は、私は大丈夫だからって家族を、そこにいた家族を励ますことしか考えられなかったです。でも、あぜんとしながら病室に戻るとですね、ゲームをしながら待ってた息子がですね、おかえりなんて、まあ、無邪気な顔で言うんですね。でも、私、その顔を見た瞬間、もう胸がえぐい られる思いになりましたもうもう第一も,もう本当に心の中で死にたくないって本当に思ったんですで夜になってね本当にいろんなことを考えましたもう、ね、怖い怖いっていうのはやっぱりすごくあったんですだけどこれと戦わないと死ん,死んでしまうしもうどうしようっていう気持ちでいっぱいだったんですよであのねこれで、ね、クイズクイズ番組みたいな感じ皆様だったら もしね目の前に猛獣が出てきましたさてどうするみたいなクイズと一緒です皆様だったらどうします目の前に猛獣が来たらどうするかちょっとぜひ逃げるか戦うかババッとチャットに打てる方は打ってください <noise> まあねこれはねそう昨日は昨日も同じ回をやったんですけれども、えー、大体の方が逃げるって言いました まあちょっと時間の関係もあるので先に進んじゃいますけれども <laughs> そう私は、ね、この時に、ね、私だったらどうするかなって思うんですけど私だったら逃げも戦いもしません私だったら仲間になりますそうあのね癌と戦うんじゃなくてこれは向き合うって私この時に決めましたあのね癌になったのでは。うん 自分の細胞なんです。自分の細胞が変化してがんになったんですよ。で自分の細胞なら元に戻す方法を知ってるのも自分じゃないですか。でやっぱりがんは自分なんですね。なんか自分と戦ってても勝なないし傷つくだけなんですよで自分の中に敵を作るとその敵ってどんどん強くなってなんか負けないってすればするほどどんどん強くなるからやっぱりもうこれはね戦わずにあの向き合うことにしたんです。